札幌新道。高架部は、札村自動車道札幌新道は、札幌市西区から札幌市清田区にかけてあるバイパス道路。都市計画道路の名称は、札幌圏都市計画道路 3.147 札幌新道。都心部北側を西から東へと迂回する半環状道路。国道区間の幅囲は50メートルあり、中央にある幅25メートルの用地は高速道路となっている。建設当時の北区、東区周辺はのどかな風景であったが、新道開通後の昭和40年代後半から、急速に宅地化が進み、沿道にはロードサイド店舗が進出した。国道274号では平日休日ともに、昼間12時間交通量が3万台以上となる区間があるなど、北海道内有数の交通量が多い道路になっている。札幌市の交通量増加と1972年、札幌オリンピック開催に対応するため、1965年に、都市集中型から分散型の交通システム構築を図る1バイパス1環状5放射道路の整備計画を策定。札幌新道は1バイパスに位置づけられた。オリンピック開催前に供用した宮の沢北34条、東1件は創成川幹線とともに手稲会場へのメインルートとして機能した。その後、数次の整備計画策定を経て2010年策定の道央都市圏の都市交通マスタープラン及び2012年策定の札幌市総合交通計画では2高速3連計2環状13放射道路の2環状を構成する道路に位置づけられている。起点側から順に記載。ありがとうございます。